海外生活。チャーボンジョールのコメスターテ。はい、こちらは明日飛びのドライブ編。視聴者の質問に答えてみた。ドゥドゥン。今日のお題は質問です。イタリアンばっか食べてて太りませんか。はい、太ります。そら太るがな。だってめちゃ量多いんだもん。皿一枚の量が半端なく多いね。日本のイタリア料理一人前っていうのは前菜にもなりません。はい、一口で終わります。イタリア人マジ食べるから。でしかも日本のイタリア料理ってなんだろう、スパゲッティ一枚食べて終わったりするけど、そんなことまずないっす。イタリアではまあなくはないけどね。あの本当に急いでるときはパッと食べてパッと出るってことあるけど、まずないです。基本的にまずアンティパストっていうその前菜から始まるわけよ。前菜はまあ基本生ハムですね。生ハムかサラミとかああいうのを食べる。でその1枚の時点ですでに日本のファミレスで食べるプレート1枚ぐらいあるよ。めっちゃ多いより多いね。でそれも前菜だからね。でその後プリモピアットって言って、まあ、スパゲッティか、まあ、ラザーニアみたいなああいう、ペンネみたいなやつが来ます。でその1枚がまず多いね。1人前 300g ぐらいじゃない。結構パンパンになるわそれで。でそれまだプリモピアットだから1枚目のお皿って意味なんでまだ終わんないですよ。で次セコンドピアットです。メインディッシュです。2枚目の皿って意味です。でセコンドピアットでようやくなんか肉食ったり魚食ったりするの。でその肉がまたでかいんだわ。まあ日本人の平均的なサイズってなのにハンバーグステーキとかねファミレスで食べると多分200g、150g だけど、そんなお子様ランチだよこっちは。だからセコンドピアットってなるとまあ 300g とか 500g とか、まあ中でもね日本でもたまにあるビステッカラフィオレンティーナっていうティーボンステーキあるけど、あれ1キロでしょ。あれ1キロ1人で食ったりするからね。マジ悪魔かケッヤーボロケカーボロって思うけどです。だからまともなイタリア料理なんて食ってたら確実にデブになりますよ。気をつけてください。私のインスタに載ってる女性たちもみんなでっかいでしょうからな。だから、まあ、デブになりたければイタリアに住むべきだね。だけどとは言ってもイタリア人女性たちはちゃんとダイエット考えてますよ。いろんなダイエット法が紹介されてるし、気使ってる人が多いです。ほぼみんなダイエット意識してると思います。でも太ってる人がすごく多いです。まあ、文化だから仕方がないよね。ということで質問に答えてみたイタリア海外生活。チャオアルベデルチ。